日本海リーグはこの度令和6年能登半島地震の被災地復興を目指すプロジェクトを始めました。これまで地域に愛され支えられながら共に歩んでいただいた皆様に、夢を追いかける若者の姿を見ていただくことで元気を与えたい。そしてこのプロジェクトが被災地復興に向けてお互いに手を取り合いながら前に歩んでいくためのさらなる足がかりとなれば幸いです。このプロジェクトは子どもたちを8月9月に行われる NPB 交流戦に無料で招待し、スタジアムをたくさんの子どもたちに笑顔で埋め尽くしたいと思います。子どもたち、そして選手たちの輝かしい未来を築くために皆様どうかご協力をお願いいたします。